東方ビーズの山中です。いつも東方ビーズチャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。今日はですね、東方ビーズの新商品ノンクチレストレッチをご案内したいと思います。はい、それがこちらになります。ノンクチレストレッチ、これはですね、ストレッチ生地同士を接着するのに最適なボンドになります。ストレッチ生地ってどんなものかというとですね、伸縮性があるニット素材とか、あと最近よくあるストレッチの効く T シャツとかですね、そういったあの服をたくさん世の中に売ってるんじゃないかと思うんですけども、そこにデコレーションができるという優れものになります。早速私が作ってみたいと思います。ですね、これ、ストレッチの効く T シャツですね、近くの某ユニクロで買ってきました。これにですね、私どもこの新商品今度の、ストレッチレースというのがあります。これも、このようにストレッチが効く、レースになるんですけども、これをこの服にデコっていきたいと思います。まずはじめにですね、ホコリとか、まあ、糸くずとか、まあ、綺麗な、まあ、買ったばっかりなんでこれ綺麗なんですけども、まず綺麗な状態にします。ちょっと使いましたね。そして、今のこの貼りたいものを、まあ、サイズに切りました。あらかじめ切ったもの、ちょっと一回ちょっとこのように試しに貼りでつけてみたい。こんな感じに、ちょっと分かりづらいですかね、こんな感じで可愛くなるんじゃないかなと思います。それでは早速ノンクチレストレッチで、貼り付けていきたいと思います。まずですね、ノンクチレストレッチ、ボンドあります。このボンドをですね、まあ、あのこういったヘラとかですね、あとはまあ竹串とか、爪楊枝なんかで、ちょっとずつ、つけていっていただけたらいいかなと思いますが、つける側とつけられる側と 両面にですね、ボンドをつけていきます。つけてるときは大体無言になっちゃいますよね、こういうのは。薄く軽く、まあ、幅に大体合わせてですね、ちょっとずつ塗っていきます。そして、貼り付ける側、まあ、生地からはみ出さないようにですね、貼り付けたい側にも、薄くでいいので、ボンドを、貼っていって、のりをつけていってください。まあ、両面片面だけでもいいかもわかんないですが、両面つけておいた方がより強力に引っ付きます。はい、付きました。そしてですね、貼り付けたい貼り付ける場所にベースを貼り付けていきます。ちょっと長かったので端っこを切っちゃいます。はい、これ
で貼り付けたい場所に付き、だいたい15秒から20秒、これちょっと広いのでちょっともうちょっと長めにしようかなと思いますけども、動かさないで、温度上げてってください。もう10秒ぐらい経ったかな。9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、ちょっとこうの、のりが張っている場所が範囲がちょっと広いのでちょっとこうね、さーっとやっていきます。はい、これで、温度が上がったと思います。でしばらく温度が下がるまでこのまま待ちましょう。これ一回ね剥がしちゃうとこのあのつかなくなっちゃう可能性もありますので、しばらく温度が下がるまでですね、待っててください。こういう感じで、貼り付くことができました。はい、出来上げました。こういう感じでですね、アイロンで、温度を上げて接着させたんですけど、こんな感じで出来上がりました。で、ストレッチ生地と一緒にこうやってですね伸びるというのがこのノークチルストレッチの特徴になります。チャンネル登録お願いします。